タービンは07にするインタークーラーも大きいのつけて。最高だな。対応はタイプDがいいや。分かってるって。こんなのが120万もしたの。仕方ないだろ。俺たちの貯金じゃ。まあね。まだまだかかっぞ。足りない分は有事の腕でカバーしてね。それとお前のテックでね。ああ、頑張るっけないね。FIのダイ一歩だもんね。おーし、よし。 よし、行くぞ。よしけ。こちらのカウンターメニューをご覧くださいませ。こちらのセットメニューがお安くなっておりますが、いかがでしょうか。 どうしたの？うん、なんか眠れねえんだよ。もうすぐ車ができると思うと。よしこの金までつぎ込んじまったからな。<笑>ね、 覚えてる？最初会った時。うん、私高3で交通維持の募金してて、6校受験で上京してて1000円入れたでしょ。あの時俺も維持です。だけど車は憎くないです。車は好きですって。<笑>その6校が F1 レーサーの長嶋徹と同じ方法で夢を追っかけてるって聞いた時、 私一緒にいたいと思った。一緒に F1 に行きたいと思った。できたぜ、やっと。あ、はあ。<笑>
Yeah. 頼んだぜ。ああ。お。勝利の女神様のご到着。乾杯乾杯。明日の英雄に。おいまだ走ってねえんだぞ。大丈夫よ。全レコード更新に決まってる。それとも自信ないのかな？ん？ない。大丈夫だ。こいつ。記録ね。これは全部乗り換えるでしょ。ああ、第三景品から湾岸まではパワーの勝負だ。問題は首都高だな。首都高で運試しだ。うん、その時の交通量次第ってこと。首都高速環状線一周 13.9 キロのタイムトライアルがこの 13.9 レースの最終目標なんだ。俺に運があれば長島さんを抜ける。頼んだぜ。俺たちの夢だからな。ああ、ありがとう。長島さんは首都高を5分15秒切ってレーサーになるって決めたんだ。メカニックの古橋さんもその時かけてた。6号は F1 レーサー。俺はそのチーフメカニック。私は F1 に連れてってもらうね、うん、俺は今度のトライアルがけじめだと思う。俺にプロになる運があるかどうかの。夜は走り屋に変貌する勤労青年たち。始まるぞ。何があってこの曲覚えてるだろう。我らがヒーロー長島徹の 13.9 レース。そうだ、始まるんだよ。 13.9 レースが久々に登場したチャレンジャーは6号、ガンメタブラックのスマートな RS でデビューだ。メカニックは BM のユージ。高貴な高貴のポルシェもベンツもぶっちぎりだ。それとそれと忘れちゃならないのがミス 13.9。 今回はみんなも知っている楢崎よし子。嬉しいね、楽しいね。走り目当てでなく彼女見たさに集まる奴らも多いと思うが、レースの邪魔だけはすんなよ。さあ、まずは5日午前3時第3景品からトライアル。スタート地点、オッケー。任せたぜ。トライアル、オッケー。よし、ロコ、決めろよ。出ませんよ。ああ、おい、頑張れよ。気合入れてけよ。
4分48秒え、あ、よし、はい、やったやった、いや、コングラチュレーション、4分48秒柿田さん、こいつ無認可の車検屋で改造車。和樹六王と双葉雄二のリストがあるはずだ。探せ。はい。いや、こいつが無認可の車検屋でですね。それがどうした。はい。和樹に双葉のリストでしたね。残るは首都高だけだな。今度の日曜午前3時、トライアル。トライアルだ。中島さんの話、聞いたことあるか？首都高トライアルの時の。ないけど。東橋のカーブで事故りそうになったらしい。それでタイムロスしたけど、もう一度トライする気にはなれなかったって笑ってた。大丈夫よ、録音ならね。俺は5分13秒切ったら長島さんを追いかける。13秒、切れなかったらできるさ。俺の車とお前の腕があれば。切れなかったわ。けじめをつける。車を降りる。おい、ここだ。川北です。早かったね。お待ちどうさまでした。ご注文いただいたのが2時30分。うん、そんなことはどうでもいいんだ。ありがとうございました。首都高いつ走るんだ？
東橋のカーブは難しいぞ。やめときな。誰です？あんた。高貴の川北っちゅうもんだ。
5分17秒だ。もう一度トライする。で2号線に繋がれ。くそ。本部より各移動へ。改造車と思われるスカイラインの丸装が首都高東橋から汐留方面へ暴走中。金を蹴ら中の各移動は至急浜崎橋へ。残念だったな。圧縮比を下げてブースターズをもっと高めにセッティングしてみるか。よせよ。はい、どうぞ。もういいよ。今度は大丈夫だって。はい、よしてくれ。言っただろ、13秒切れなかったら車降りるって。あっさりしてるのね。あっさり夢捨てるのね。ああ、ただの夢だってこれで分かったんだ。あなただけの夢じゃないのよ。たった家に帰って何言ってるのよ。そのためにユージさんだって。お前らのために。俺が一生棒に振ってもいいってのか。そんな言い方。プロってのはな、才能だけじゃない、運なんだよ。運のあるやつはスポンサーもついて勝てるように仕組まれていくんだよ。才能だけじゃレースにも出れないって知ってるだろ、ユージも。俺には才能も運も車を続けていく金もないんだよ。13秒切れなかったんだ。けじめつけようよ。ともかく俺は降りる。13秒切れなかったんだ。何度やっても同じさ。ユージさんも私だって納得できないわ。私たちのけじめはどうするの。俺卒業なんだよ。ここでスパッと切り替えねえと人生しくじっちまうんだよ。国の袋もいい年だしな。だからけじめつけたんだよ。これがあったのけじめのつけ方なの。お前も変わってんな。普通男がまともになろうとするとき女は喜ぶんじゃねえのか。私は走ってる録音が好きだもの。一生走り屋でもか。稼ぎを全部車につぎ込んでお前に何にも。私のために降りるっていうつもり。お願い、私は不安に連れてってよ。できるわ録音なら。お前もこの車遊びから降りてくれないか。俺のために。私たち互い相手のために何もできないのね。求めるばかりで。
俺のソーラフルリクライニングするんだけど乗らないか。よ、ユージさん、伊藤さんが MR2 足と持ってきていいかって。ブレックス届いてたか。いえ、まだ。じゃあ来週にしてくれって。はい。エンジン調子良くないんだ、見てくれるかな。ああ、いいよ、これもうすぐ終わっから。オッケー。お姉ちゃん。ああ、どうしたの学校。本日は終業式につき半導なのです。嘘。お母さんにも内緒よ。かの不良娘が。ねえ、紹介する。何？たかし。お、たかし、レーサー志望なの。お姉ちゃん、よろしく。どうも。3年前の伝説は聞いてますよ、みんなから。だけどなぜ一校だけ抜けなかったのかな。運がなかったってことですか。さあ、俺なら抜ける。伝説もあと少しの間だけですよ。俺が全部塗り替えます、ユージさんのマシンで。おい、できたぞ。あ、どうも。ユリさん借りていいですか。え、ドライブ行くんです。ねえ、いいでしょ。え、やった。じゃあお借りします。おい、第三球員にも飛ばそうぜ。おう。その方の仕事は。あ、相変わらずお茶組と使い走るよ。みんなよしこのこと助手席に乗せたくてたまんないらしいぜ。ありがとう。ずっと乗ってねえんだろ、車。うん。早いの彼。ん？ああ、たかしか。早い。まるで昔の録音みたいに早いぜ。底上がりにしたテクはしっかりしてるし、あいつならやるだろう。首都高5分13秒切るの。さて、よしこの NSR バラバラにするかな。ダメよ。今度から車で送れる。やった。あ、すいません、これ。はい。こないだね、父と母に話しちゃった。お付き合いしてる人がいるって。営業課で一番仕事してるって。お母さんがね、一度家に招待したいって。そう。あ、まずかった。いや、そんなことはない。よかった。勝手なこと言って怒られちゃうかと思った。いずれはそうするつもりだったんだから。本当？嬉しい。
47秒。やったぞ高志、3年ぶりの新記録だ。録音のタイムをぶっちぎったぞ。なんだ来てたのか。うん、ちょっと寄り道。やったよ先週、高志が。そのようね、ユリからも散々聞かされたわ。次は横浜新道だ。面白いの、3年前のタイム破られて。首都高が抜けたタイムなんて意味ないさ。夢の残骸大事にしたってしょうがないだろ。忘れろよもう。何を？録音。忘れてるわ。そうかな。そうよ、もう行くわ。けじめってのは難しいよな。俺はまだ3年前のがついてない。首都高抜かないとけじめつかないんだよ。高志でけじめつけたいんだ。これもいいな。でもな、なんか違うな。じゃあ、あとよろしく。はい、ちょっと失礼します。ブレッティのターボチューしてやろうか。ああ、しばらく。どうも。この店、親父に任されてんだ。そうなんですか。走りようか。いいえ。六尾さん、片木さんよか。そんなとこです。ねえ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 、これなんかどうかな。色もいいし、オートマだから私にも運転できそう。これは掘り出し物ですよ。酒も残っていて2万キロも走ってない。ローンでもいいよ。中もどうぞ。すみません。関係ないかもしれないけど、お前の第三景品のタイム抜かれたよ。高橋っていう族上がり、今度の金曜横浜新道を走る。ねえ、これカーステラーもついてるわよ。このクラスでは装備は万全です。何これ、どこのタコ足だよ。これトラストの試作品なんだ。大川さんに頼んで特別にもらったんだよ。なかなかやるじゃん。まあね、だけど俺の Z にはかなわねえよな。よし、いいぞ。じゃあそろそろ行くか。はい、はい、それじゃあユリ頼みます。あ、これ、お守り。サンキュー。
すいません、これで捕まったら免停90日なんですよ。そのようだね。だからこれで、これで、これ、うん、助かります。嬉しいよ。感謝しますよ。交通維持育英募金にありがとう。ちょっと、よし、これぐらいにしよう。もう一回りして戻ります。いや、署の方に戻ってくれ。先ほどの件は？あ、ダンプのうんちゃんの話ですよ。料金所あたりで走り屋たちが集まってたっていう。そのことはパトロールに確かめた。もういないそうだ。もう一度確かめてみます。署に戻れと言ってるんだよ。お疲れさん。はい。
かれてるな、簡単に。しかし似合ってるよその格好。ずっと四輪乗ってないから。ファミリア買ったの？はあ、今の俺には似合いの車だ。じゃあどうしてそんな車でここ来たの？気になったからじゃない？たかしの走りが。まさか。悔しくないの？昔のタイムなんていずれ抜かれるんだよ。私は悔しいわ。じっとしてられない感じ。ね、また走らない？ユウジさんに車作ってもらって。ね、冗談だろ。今の俺には無理だよ。冗談よ、決まってるじゃない。3年前のRSまだあるのよ。阿部さんが引き取ってくれたんだけど、誰にも売るつもりないみたい。じゃあね。どうだった今日の走り？すごかった。まだまだ行くぜ。伝説作ってみせるよ俺。見ててくれよ。どうしたんだ一体？こないだけじめの話したでしょ？ああ、私もけじめつけたいと思って。首都高走りたいの。車作ってくれる？本気かよ。録音の代わりに走る気か？違うわ。夢の残骸に終止符を打つ。私もけじめつける。首都高に挑戦したいの。驚いたよ急に。いやどうしたんだよ？ちょっと出られないか？ああ昼飯食おうよ。営業だからな。会社にいる方が珍しいんだよ。今度から電話くれ。ああ急に来られてもいなかったりするからさ。話ってなんだ？よしこのことだ俺はお前のことじゃない、よしこのことだ。よしこが走るって言うんだ。しとこけじめをつけるそうだ。3年前の俺に車作れって言うんだよ。俺にどうしろってんだ？別にただ知らせておきたかっただけだよ。
ユージ。作るのか、車。あいつは一度言い出したら聞かないだろう。悪かったな、忙しいとこ。ねえ。ありがとうございました。ねえ。うん。やだ、聞いてないんだから。やっぱり横浜の方に行きましょうか。うん。なんか乗り気じゃないみたい。そんなことないさ。そうだな。でも正解だったわね、この車。私にだって簡単に運転できちゃうもんね。いらっしゃいませ。はい、こちらお願いします。やだ、遅そうぞ。お待たせしました。4690円になります。あ、どうも。どうです、車の調子。何なんですかあれ。これも商売なんです。商売。手広くやってます。 RS はある人から注文を受けてね、仕方ないからとっておきのやつを売っちゃったよ。それじゃお邪魔ないようだから、こっちも腹ごしらえしてこれから横横行くんでね。行くぞ。どうもありがとうございました。六尾さん、まさかあんな連中と友達だったんじゃないでしょうね。六尾さん帰ろう、送るよ。君は僕が誰か知らんようだな。うるせえ。やりたくなかったんだけどな。スピード違反だけじゃなくて公務執行妨害までついちゃったな。よかったよかった。よし、ここで検問だ。俺は向こうを回るから。はい。ああ、やっぱりお前だったのかこんなとこで何やってんだ。ただのドライブですよ。彼女は便所かい。え13.9 の見学だろうが。あんたこそこんなとこ行っていいんですか。オフタイムだ。しかしいい時に足洗ったよな、おめえさん。
俺に捕まる前に辞めるなんてよ。利口だ。もうすぐ始まるぞ。俺の無線で聞いたらどうだい。抜かれたな。またまた断トツの新記録だ。録音のタイムを軽く単達だぜ。そんな程度のタイムだったのさ、おめえのは。気にすんな。嬉しそうですね。早いやつは好きさ。だが許しはしないがね。やめた方がいいんじゃねえの、無駄なことは。そうよ、お姉ちゃんずっと乗ってないんでしょ。年考えてさ。ガキは黙ってるよな。大変だね、昔の男の尻拭いも。いい気になるなよな、お前。ねえやめて。男見る目ないね、兄弟揃って。何よ。行こうぜ。さあ、楽器は気にしねえで、やれるとこまでやろうや。はい。うん。よし。新しいヒーロー誕生間近だ。透明4分31秒。続いて中央、お前もか。4分30秒。ヒーロー、その名は高志だ。ねえ、ねえ、どう？オーケー。なかなかいい助手じゃん。かな。やめろったら。こっち切りだ。ワンガン4分47秒。たかし、もう今までと違うぜ。こいつをクリアしてこそヒーロー高しの誕生なんだ。気合を出してよ。そこで待ってるぜ。やったぜバッカ野郎、任せろよ。おめでとう。
元気？ああ。これ懐かしいでしょ。乗ってみる？やめとくよ。今の俺には手に余る。首都高走るんだって？うん。やめてくんないか？今更トライアルしたって。私が乗っちゃいけない？この車で私にタイム出されたらあんた笑い者だもんね。だからやめさせたいんでしょ。もう一度言うけど、やめてくんないか？あなたが走ってくれる？結局私たちって3年経ってもお互いのために何もできないのね。録音並みとはいかないけど、私の腕だって捨てたもんじゃないのよ。
よう。よしこちゃんかわいそうにな。車売りたいんです。この間の。そうか。RS 探してくれますか。録音が走るか。食べが RS を探してますよ。ほう。またあんたの検挙率が上がるわけだ。せっかく取ったトップ守りたいが。あんな腰抜け問題じゃないっすよ。それより。ああ。隠れチェーンショップとその客です。ヒーローがスパイだとは誰も気づかないか。俺と協力してタイムを出していたと知ったら。それはあんたも同じでしょうが。ともかくこれからも頼むよ。お互いに。しかしあのヨシコって女はいい女だったね。妹の方もなかなかですよ。おお、まあ、そうか。タブさんから聞いたの。なんで今頃走るんですか。もっと早く走ればいいじゃない。そうすればお姉ちゃん死ななかったのに。あんたたちなんか最低よ。何がヒーローよ。何がしとこうよ。あんたなんかお姉ちゃんを、お姉ちゃん抱きたかっただけなんだ。かっこいいこと言ってお姉ちゃん騙してたんだ。絶対絶対そうだ。あんたたちなんて嫌い。バカ野郎。お前には無理だよ。言っとくが、お前のためにやるんじゃない。よしこのためだ。
どこ？ん？どうだこの辺で。ああ。お。これ。お。ありがたいね。おっす。どうしたんだよ。いいよな、こんな車乗っててよ。俺たち免停だもんな。川北先生のおかげでよ。あいつには困ったもんだよな。困ってんのは俺たちだろうが。泣き入れてんじゃねえよ。いずれだよ。進んでるか、改造。たかしの見舞いに行ってやれ。袋叩きにあってんだ。ベベベベベベ、あんたのスパイの顔なんか見たくないわ。女は怖いね。えなんか用なんですか。分かってるだろうが、いいか、この車で一歩でも外に出てみろ、即逮捕する。無駄な抵抗はやめろ。うん？なあ、ヨシ、俺の車ちょっと見てくれないか。エンジンのパワーがちょっと落ちてるみたいなんだ。やなこった。冷たいね。ロゴ、後追い神事は流行らんぞ。川北さん、走るよ俺。うん。絶対走る。あの野郎、絶対ギャフンと言わせっぞ。始まりを強化しとくか。
録音。これ。よしこにも街道レーサー録音の復活を見せてやれ。晴天なり、あ、あ、あ。録音に4時間、無駄な抵抗はよせ。すぐにその改造車から降りて、お上のお縄につけい。お上にもお慈悲はあるんじゃぞ。ジョークのわからん奴らだ。出てきなさい。おじんの相手はしてられんな。タメさん、出るぜ。オッケー、こちらはいつでもいいぞ。抜いてね、5分13秒。お姉ちゃんと待ってる。ああ、頼むぜ。後だよ。よし。おい、こら！そんなのはバカ！終わったら出てこい！後期できる。悪い悪い、一台録音についちゃったよ。どうぞ。
周目から行くぞ。了解。じゃねえかよ。
ラチュレーション5分12秒やったな、この野郎おめでとう、ロクオさんやったはここまでだ。開けてみせろよ、勇士。どうぞ。これでお前の工場は閉鎖か。車検通りますよ、これ。コンピューターのロムか。調べてみますか。でもそれだけじゃ首都高のタイムは出せませんよ。あっ早かったぜ。お前は運のいいやつだ。六号、言っとくがな、この次は負けねえぞ。バカ野郎、お前のケツなんか見ながら走ってられるかってんだよ。動機が怖くて首都高が走れるかってんだ。我慢しの前になれよ。結構で飯でも食いか。本当、おこれですか。よし、あ、俺やつじゃあ、ね、ーいとか知ってますよ。おタクシーの運転手に任せて。はい、行きましょう、行こうぜ。何しようかな、肉にしようかな。表彰式和樹六郎殿、あなたはとにかく頑張りました。だから表彰しますあこいつ何だよ。六郎さん、ユージさん連れてってね、お姉ちゃんの代わりに。走るよ俺、とことん走る。よし、行くか。